黒豆を水洗いしてからザルにあげ、スロークッカーに移します。錆びた釘をガーゼに包んでタコ糸で結びます。タコ糸がほどけないようにきつく結びましょう。スロークッカーに釘と熱湯を加え、温度を高にセット。上蓋をして煮込みます。5時間後、黒豆が煮汁の下に沈みました。一つ取り出して指で潰してみましょう。まだ中心は白いですね。砂糖 350g、醤油大さじ2杯、塩小さじ1/2の1杯を混ぜ合わせ、スロークッカーに加えます。すると黒豆が煮汁の上に浮き上がりました。豆が空気に触れるとシワができやすいので、適当に穴を開けたアルミホイルを落とし蓋にして、煮汁に沈めます。黒豆が煮汁の中に完全に浸かりました。上蓋をして3時間煮込みます。3時間経過、落とし蓋を取り除き、ここからさらに煮込みます。最終的に3日間で計16時間煮込みました。鍋につけておいた釘は、ご覧のようにすっかりサビが落ちています。サビが黒豆を美味しい色に仕上げてくれました。ご視聴ありがとうございました。